に誘われて虫が虫とから誘いの手紙スパンコールよく拝見した真珠がずっとついてます。晴れっぽいでしょ。いやいや、なんか恥ずかしいです後輩の皆さんの前でトップスターとしてですね、こういうふうに歌って、先輩後輩という関係が非常にいい形で伝統を持ってますね、宝塚ってね。そうですよ、そうですね、いわゆる先輩のありがたさとか思い出とかっていう形のものはあるでしょ。そうです ね、ありがたさ、もう何でも舞台のことね、教えていただけますし、いろいろやっぱりけじめっていうのかな、そうですってね、ちゃんと、受け継いで ね、後ろの皆さん方がいいお名前がついてザ・バンビーズ、ね、テレビ番組の、あら、小鹿ちゃんっていう感じのね、特別に選ばれた、もう私と同じぐらいの背の高さですもん。ほら負けそう、そのバンビーズの方といえばもう一方ですね、実は NHK の私は海でご活躍のお一人が足笛ルカさんでございますね、近くだからって遊びに来てください。はい、どうぞ。すみれの花咲く頃、宝塚の清掃で、どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。綺麗なお花、いいですね、これはね、いいもんでしょ、袴姿ってね。あ、緑のね袴、私もこれこっちの着てきたらよかったですねまあれは花代ちゃんというか役名で、はい、そうです。大和田バックさんとね、コンビの感じでしたね、私はね、彼女はね、まだ初舞台を踏んで2年生なんですよね、はい、そうです。やっぱりでもあんまり変わらないでしょ、全然か、全然変わらない、全然変わらないね、若さにおいて美貌においてね、やはりうん、番組が一区切りつきましたのでね、またステージに張り切らなきゃいけません、ね、そう、今度そういえばね、彼女は宝塚の近くにまたできました、バウホールっていう小劇場があるんですけど、そこでね、ロミオとジュリエット、そのジュリエットを演じるんですね。じゃあもう胸がいっぱいにこう膨らんでますけどもね、そういった形の中で、例えば宝塚のステージにも民謡というか日本の歌の感じが出てくるんですよね、いろいろもう昔から。そうですね、そう、宝塚の民謡といえばね、いかだ流しっていう曲があるんですけれども、いかだ流し知ってます？はい、拍手が来ました。あちゃこちゃから、ご存知ですか？はい、驚いたそうですか、小獅子風吹さんとかね、最近では光月昇さんなんかも歌われたと思うんですね、私は今日初めて歌わせていただくんですけれども、これからねお願いしたいと思って、いい曲なんですよね、だからミニアさんがこれから先輩ぶりをまたさらに発揮して、いやちょっと頼りないんですけれどもじゃあ花束をちょっと預かっていただいてね、はい、どうも。それで足笛さんはね、応援してください、どっかあちらの方に席が取ってございますね、はい、それではいかだ流しでございますお願いします。雲が揺れる
でもご存知の方がいらして本当に嬉しく思います。でもね、民謡の番組になんかこんな茶色い髪の毛こんな衣装でね、なんかどうも皆さん間違ったところ出てきたんじゃないかなって思われること方がいらっしゃるんではないんですか。ちょっとなんかこう恥ずかしいような感じがしますけれども、そう、でも宝塚の舞台ではね、あの日本物で民謡を取り扱った作品すごく多いんですよ。もちろんその時は日本物の格好しますけどね。あのその中でもね、あの会津の白虎隊を取り扱った作品がありまして、そんな時なんかはあのスタッフや演じている者一同でね、70人ぐらいで会津へ旅行したことなんかありまして、あの鶴ヶ城やら飯盛山やら会津磐梯山なんかね、あの懐かしく思い出されますけども、今日はその思い出の中から会津磐梯山聞いてください。ありがとうございました。新谷夏子さんでいらっしゃいました。